2月より本格始動した森新体制。練習を覗かせてもらうと、かなり時間をかけ入念な走り込み、基礎体力、持久力をつけ、また見極める目的もありそうです。そしてミーティングを挟み、後半はボールを使い、実践さながらの練習メニュー。指導直後にもかかわらず、オフを感じさせない動きを見せていました。では練習直後の森新監督のインタビューです。まだ探りの段階なので、選手がどういうものをポテンシャルを持っているかとか、そういうところはまだ分かってはいないんですけども、こういう練習を重ねていくうちに、どういう、選手の味があるのかとか、特徴は何なのかとか、あと選手同士のコミュニケーションというか、この選手とこの選手のコンビネーションとか、そういうところを今見ているところと、あとは落とし込みですね。私としてのその落とし込みが、徐々に上げていきたいなとは思ってます。そうですね、積極的に話してるつもりなんですけども、なかなかやっぱりその扉を開けてくれるっていうか、そこはちょっと時間かかるかなとは思ってます。基本的には頑張れるチームなので、頑張るっていうのももちろんベースとして、諦めないというか、そういうのをベースとして、それプラス、もう少し、やっぱりサッカーの駆け引きとか、相手とのチームとしての駆け引きとか、そういうところをちょっと落とし込めたらなとは思ってますね。やっぱり攻撃的なチームですね。やっぱり、点を取るっていうか、そういうところに魅力を感じているので、やっぱり例えば1点失点したとしても2点入れに行くとか、やっぱり点を取りに行きたいという、そういうところをすごくイメージとして思ってますので、そういうところも見ていただければありがたいなと思ってますね。オフの時にはなるべくこうサッカーのことを考えないように、あと映画館に行って映画を見るとか、喫茶店入ってちょっと、ちょっと大事な時間を読書するとか、そのぐらいですかね。はい、就任してまだ3日目なんですけども、やっぱりこのレッズの、こういうスタイルが似合うように私も頑張りますけども、うまいこと、落とし込めたらなとすごく思ってます。皆さんのこう期待できるサッカーとか成績とかいうのを、皆さんに お見せできたらすごくいいなと思ってます。よろしくお願いいたします。続いてはチームに欠かせないキラ選手です。選手とのコミュニケーションを取るのが上手というか、すごいすんなりこう馴染めて入ってきてくれたので、選手からもすごく話しかけやすいですし、練習中も教えてくれることとかも本当に今までにないことだったり、やっぱりブレーザーでやってきた練習っていうので、自分も森さん来る前はどういう練習するのかなっていうすごい楽しみにしてたので、それが今まだ3日だけですけど、すごく充実してすごく楽しいです。どういうサッカーを教えてもらえるんだろうっていう楽しみがやっぱ一番大きかったです。そうですね、昨シーズンはやっぱり小畑選手がいて、すごくピッチの上でみんなを鼓舞してくれるっていう部分で、そこが欠けてしまったっていうのは非常にチームとしても、そこは残念なところと言いますかですけど、今シーズンはみんなで誰かじゃなくてみんなが鼓舞していけたらいいと思いますし、新しい選手も今すごい馴染めてると思うし、やっぱり雰囲気もいいと思うので、今年こそ本当森監督と立石コーチ、新コーチのもっと本当にタイトル取りたいなっていうふうに思います。昨年と一緒で、まず怪我をしないっていうところはもちろんですけど、今年は本当に、5得点は最初目標として設定して、それ以上に得点に絡むプレーっていうのを増やしていけたらなと思います。そしてキャプテン柴田選手。
そうですね、まあ、メインは今走りっていうか走ってるフィジカルのところなので、まあ、ただあの森監督が、まあ、ボールポゼッションを中心に、はい、やろうとしているんだなっていうのをすごく感じてます。やってたことにじゃあしときましょう。今の使っちゃいますね。正直まだあんまりわからないです、うん、まあでも、まあ、そんなに多分なんて言うんですか、ガツガツしてないのでやんわりとした感じで、まあ、ただ多分伝えたいことというかやりたいことはなんですか、多分ずっと言い続けてくれるだろうなっていう、はい、本当にチームでポゼッションしようとかそういうところを中心に指導してくれると思いますので、私もそういうプレーをしたいので、はい、とても楽しみです。もう本当に今シーズンは5点取ろうと自分の中で、はい、その目標ってキラさんと一緒なんですけど、ね、あ本当ですか、はい、キラさんはもっと取ってほしいですよね。今シーズン森監督のもと新たなレッツレディースがお見せできると思いますので、今シーズンも応援よろしくお願いします。